草迷宮は、泉京花の中編小説。1908年1月、春陽堂から刊行された。諸国一見の旅中の小次郎坊氏は、秋屋の宮廷、通称、秋屋廷のエコーを依頼された。秋屋廷は、かつて5人の死者を出したたりを恐れられ、無人となっていたという。秋屋廷には、幼い頃に聞いた、手まり唄の手がかりを探して、 小倉からはるばるたどり着いた、は、氏明が住み着いていた。葉子氏は小次郎に、秋屋邸で起こる数々の会議について語り聞かせた。その晩、葉子氏が眠っている間、小次郎の前に、秋屋草えもんのと名乗る悪魔と、葉子氏の幼馴染みで神隠しにあって、屋敷に住んでいた勝負が現れた。ある理由で、勝負は、葉子氏には会えないので、ハイツを追い出すために、 悪左衛門のが怪異を起こしていたが、箱氏が逃げないので、勝負が秋や家を出ていくことにしたというのだ。勝負が手まり歌を歌うと、箱氏は目を覚まし勝負にすがろうとするが、勝負は去っていった。作中で語られる怪異の多くは、稲尾もケロクのエピソードが元になっている。作中で歌われる手まり歌の歌詞は、トーリャンセである。1978年、 寺山修司監督により、映画化された。極上文学第8弾、草迷宮、桑野秋介、荒牧義彦、三上俊、萩野隆中村隆介、石渡誠治、稽古院祐貴、松田洋二、斎藤洋介。ありがとうございます。